マメズタラン族は、ランカの着生植物の群である。世界に千種以上もある、極めて大きな族である。マメズタラン族に属する種は、着生に適応した特殊な形態を持つ。外して小型であるが、大きいものは、葉の長さが1メートルを超える。花も小さいものが多いものの、大きいもの、多数を並べるものと様々。形態的には、極めて多様であり、 干渉用に栽培されるものもある。補腹形を這わせ、まばらに根を出して、岩や樹木に着生する。補腹形には間を置いて、丸っこい偽球形をつける。葉は、偽球形の先端に1枚、または2枚つき、その間に関節がある。花は、偽球形の側面から出た枝の先に一つだけつくか、相乗か、三乗につく。花は、小型か中型。 花弁は、そうじて小さい。また、一般の欄では発達している新弁は、ごく小さくて反り返る。その代わりに、下両側の二弁が、やや発達する傾向がある。花粉界は4個で、老質、付属物はない。それ以外の部分については様々で、外見上の特徴は、極めて多様。花皮の上側のものは、 花弁と同程度に小さい例も多いが、大きく発達する例もある。額の下側一体はよく発達し、左右に分かれるか、往々にして、基部でくっついて先端に向かって下から受けるようになる。種によっては、これが大きく発達し、長く伸びる。花弁に模状などの付属物を持つものもある。また、これらの花びらや、その付属物の基部に関節があり、 軽い風にも揺れ動くものがある。色は赤、紫から黄色など様々だが、そうじて派手な色合いのものは少ない。香りの良いものもあるが、悪臭を放ち、ハエを誘引すると考えられているものもある。アジアの熱帯域を中心に、アメリカ、アフリカ、オーストラリアに分布がある。この属は、東南アジアアフリカ、南アメリカという世界の三大熱帯域のすべてに、 分布するという点で、他に、例の少ないものである。種文化の中心は、東南アジアにあり、特にニューギニアには、約400種と最大の種数がある。日本には、以下の種を算する。このうちで、上3種はいずれも小型種で、比較的普通に見られる。なお、側学編が互いに融合して、長く伸び、そのような花を、家系の先端に、 臨生状につけるものをウラ乱族とすることもある。日本産のものは小型であまり目立たないものが多い。それでも栽培のための採集が多く、個体数は多くない。ただ、あまり頑張って栽培もされない。その中では、ミヤマムギランの不入りはやや注目されている。この族の大部分は熱帯域に分布するが、それらの中には溶蘭として栽培されるものもあり、 それらは、学名化内読みで、バルボフィラムと呼ばれる。ウラ乱続を分ける場合はこれを、シルホペタルムと呼ぶ。以下に、代表的な種を挙げておく。橋本 P184 から186、唐沢 P76。ありがとうございます。